皆さんは人類発祥の地がどこにあるかご存知ですか？皆さんはコーヒー発祥の地がどこにあるかご存知ですか？皆さんは青ナイルの源流がどこにあるかご存知ですか？赤道の北、アフリカ大陸の東の端、アフリカの角地方と呼ばれる一帯に位置するエチオピア連邦民主共和国は、広いアフリカ大陸にあって、列強の植民地政策に屈することなく、3000年もの間、独立を保ってきた杞憂な国です。Ethiopia's switch on Japan has been very helpful organization and association since 1971 in connecting people, Ethiopian and Japanese people, in supporting cultural exchanges and people-to-people relationship, especially promoting Ethiopian image in Japan.エチオピアでバラを栽培し始めたのはまだ今から10年ぐらい前のことなんですけれど、ほぼ毎年エチオピアが大好きでエチオピアに毎年通っている中で、農家の方が頑張って新しい産業を立ち上げているという姿を見まして、なんとか日本からそれを応援できないかと考えて、こうとりあえず動き出したというのが私どものエチオピアンローズプロジェクトの始まりです。最初はエチオピアの川がいいっていうことを言った時は全然知らずに行ったんですね。で、向こうにいる間にエチオピアの川がすごくいいっていうのは聞いてたんですけど、市場にある商品を見てそんなにその時はまだいいっていうのを実感できなくて、で星さんと一緒にファッションショーをした時に、ファッションショーを一緒に開催したんですけれども、その時に彼女がいろいろな製品を作ってくれて革を使って、それを見た時に素敵だなっていうふうに気づいたのが一番最初です。ベナスリータマリオチベナスリーアスタマリデムワラチデナイグザベルイナスランセダンバラシナイジバミレザソウルミレザエチオペバタモンダルエチオペソチバタモンダルエチオペバハルまたもんだ。イングダイカブラ、そう呼んだ。なあ、同じマークフレガル、まんまるフレガル。さあ、バハルマ。これから先世界を見るときに何がきっかけになるかわからないので、親として大人として子どもたちにそういう、知る機会の場を与えることができたのは一番良かったかなと思ってます。はい、
きよ。やっそまかしょ、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 雪の船が。公益法人である日本エチオピア協会の活動は、必ずしも日本とエチオピア両国の友好・親善促進に閉じたものだけではありません。2011年4月には東日本大震災からの早い復興を願って、エチオピア産チャリティーバングル販売による義援金活動 Go Japan キャンペーンをスタートしました。このキャンペーンはエチオピア製チャリティーバングルの販売を通じて、その収益を義援金として被災地に還元すること、そして東日本大震災の甚大な被害に胸を痛めたエチオピアの人々の思いを日本に伝えることを目的に、日本エチオピア協会の新プロジェクトとして発足したものです。このキャンペーンには多くのエチオピア関連団体の皆様にもご賛同いただき、チャリティーバングルの販売にご協力いただきました。その他の事業として、日本エチオピア協会では多様な視点からエチオピアを知るオールアバウトエチオピアを編集・刊行しています。この冊子ではエチオピアの基本情報を分かりやすく紹介しているほか、アフリカ最多9つの世界遺産を網羅した観光マップ、さまざまな分野で活躍されるエチオピアのエキスパートによるエッセイ、カルチャー講座など、読み物として面白いだけでなく、刊末のイエローページには駐日エチオピア大使館から日本で食べられるエチオピア料理のレストラン一覧まで掲載していますので、実用面でも便利にお使いいただくことができます。今後ますます発展が期待されるエチオピア、首都のアディスアベバにはアフリカ54カ国が参加するアフリカユニオンの本部もあり、まさにアフリカ経済の中心地となっています。皆さんも私たち協会の一員となって、皆さん自身がチャレンジしたい活動を力を合わせて実現してみませんか？皆さんのご参加を心よりお待ちしています。